はい、どうもこんにちは。今回ですね、ちょっとこちらのですね、まあ、車載用の、まあ、スマートフォンホルダーですね。こちら、スマートタップ2とか言うんでしたっけね。こちらですね、まあ、2017年の冬ですね。まあ、17年の2月ぐらいなんですけども、まあ、1年ちょっと前ぐらいに、まあ、購入したものなんですけどもね。まあ、ちょっとですね、まあ、購入、まあ、こちらね、Amazon でベストセラーで、まあ、最も売れてるという感じのですね、まあ、スマートフォンホルダーなんですけども、ちょっとね、まあ、いろいろ1年ぐらい使ってきて、ちょっとそろそろね、替え時なのかなっていう感じがしたので、ね、1年ぐらい使ってみてどんな感じになったのかっていうのをちょっと、皆さんにね、お見せしたいと思います。まあね、こちらね、本当に、まあ、本当にいいんですね。ワンタッチでね、こんな感じで、スマートフォンをね、まあ、固定できるという、いいところがあるんですが、あーという感じでね。もう今日はですね、まあ、5月なんですけども、めちゃめちゃ暑いんですよね。これね、さっきね、まあ、固定したんですけどね。もうね、あれなんですよ。暑いとね、夏。今日ね、車の中の温度もね、今、すごい暑くてエンジンかけてないんで、30度以上ね、あると思うんですけど。40度以上ありますかね、これ。すごい暑いですね、車の中。外もね、すごい暑くて。なんでね、この、まあ、このゲルですね。このゲルがね、ちょっとね、もう、暑いとね、下手っちゃうんですよね、こう。なんかこう、もう伸びて、ほら、グミみたいになってるでしょ？こう、グミみたいになっちゃうんですよ、こんな感じで。なんで、これがね、本当に夏はね、大変なんですよね、これ。グミみたいになっちゃって、溶けちゃってさ。で、ちょっと、見えるかな？こう、こんな感じで。もうダッシュボードのね、上にこう、ゲルのね、残骸みたいな、溶けたのが、こうなんかベタベタくっついちゃって、これがね、ちょっと後でシール剥がし液とかでちょっと取らないといけないんだけども、この辺がね、ちょっとどうしようかなっていう感じなんだけども、ちょっと1年ぐらいね、使って去年の夏、それに今年の夏を迎えるのはちょっと無理だなっていう感じで、まあそろそろ新しいスマートタップ2を、まあ、買うのか、あるいは他のものを買うかになるんですけども、もちろんね、こちらゲルなんでね、まあちゃんとね、こういうなんだろう、脂肪がついてる場所にもちゃんとくっつくんですけど、ちょっと夏だとね、この吸盤自体は溶けてしまうっていう、まあ、溶けるっていうかちょっと柔らかくなってしまってね、剥が本体ごとベロってね、ビヨーンってね、まあ、グミみたいに、ちょっとね、なってしまって取れてしまうということなんですが、それ以外はね、特に問題ないです。あとはですね、まあ、冬場ですね、本当に冬場寒いと、今度このね、ゲルがね、カチコチになってね、逆にね、今度吸盤にあんまり張り付かなくなっちゃうっていうか、安物の吸盤みたいなね、性能になってしまうというのが、まあ、ちょっとね、このスマートタップ2をね、まあ、1年ぐらい、使ってみて、まあ、ちょっと思った感じですね。はい。まあ、こんな感じでね、ちょっとスマートタップ2をね、まあ、簡易的なね、まあ、感想をちょっと述べさせていただいたんですけども、まあね、本当にね、性能としてはね、本当にいいんですよ、これ。こう、ここね。ここのネジが硬いな。なんだこれ。すごい硬くなっちゃってるよ。あ、もう無理ですね。とね、こちらのね、スマートタップ、本当にまあ、つけるのが簡単で、まあ、吸盤ね、のようになってて、あとはね、陰圧、真空にはならないですけど、陰圧でね、こうやって1段階で、まあ、軽くちょっとね、つけて、もう1段階に下げると、さらに強力につくという感じなんですけども、さすがにね、夏のね、暑さにはちょっと、まあ、吸盤の方がちょっと溶けてしまうという形で、その辺がね、ちょっと今後どうなっていくかっていう形なんですけども、あとはですね、こちら、ここのネジ緩めると、まあね、こんな感じで、角度調整もできるし、180度ね、反対することもできますんでね、ちょっとね、この、なんだろう、この、ここの空間がね、狭い車なんかだと、まあ、その辺ね、変えてみるっていうのもいいかもしれませんね。あとはですね、こうね、ここのね、下のね、ここのネジを緩めると、これがね、前後するんですよ。まあ、5センチぐらいですかね。5センチぐらい、伸ばすことができます。ちょっとね、もう今暑いんでね、すごい暑いんで、ここはね、もう、ベロンベロンなんですよ。もう固定できないんですね。もう溶けちゃって。
それなんで、ちょっとね、ちょっと次ね、こいつに変わる何かいいのがないかなって今探してます。これね、ちゃんと固定するんですけどね、ちょっとね、なかなかしっかり固定できなくって、溶けちゃうんでね。まあ、こいつのいいところはやっぱりワンタッチで、こんな感じでね、スマホはね、固定できるというのが、一番いいところですかね。こんな感じでね、スマートフォンが、簡単にた、まあね、セットできるっていうのがこいつのいいところですね。でこれね、もちろんあの横に向くんで、こうやって、なんかね、動画まあ見ることないですけど、まあなんかね、横にして、PV とかね、流したりもできます。あとはですね、ここですね。ここはね、あのスマートフォンの下の、まあ、受ける部分なんですけども、ここはね、このように動くので、まあね、充電なんかも、充電のケーブルなんかもね、特にこう、干渉しないで、刺すことができます。はい、というわけでね、今回この、まあ、簡単なんですけども、この、スマートタップね、2ですかね、こちらね、1年以上使ってみて、ちょっと夏場ですね、ちょっと溶けてきてね、これが結構外れやすくなりますよっていうのを、ちょっと皆さんにお伝えしたかったので、この動画に、収めさせていただきました。ではね、最後まで、ご視聴ありがとうございます。まあ、この動画がね、参考になれば、ぜひグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。ではまた会いましょう。バイバイ。